はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ご無沙汰しております。最近ね、スマホのね動向がちょっと九州地区ではなかったものですから、動画更新してませんでしたけども、久しぶりねショッピングモールの方に行ってまいりました。行くとね、エクスペリアのね、9800円のやつとかね、下には31,800円、オッポレノ A9A の4,980円とかね、まあ、あとはね Moto G53、5G とか1円とかありましたね。あと楽天モバイルで行くと、ちょっと前の機種になりますけども、Redmi Note 11 Pro 5G が割引込みで 16,788円ですとか、Galaxy のね Z Flip、こちらね、こちらも割引込みになりますけど、48,000円とかでね、売られたりしてまして、なかなかね、いいんじゃないかなというところでしたけども、まあね、Xiaomi のね、13T、今話題のやつはね、2年レンタルの47円ということで、これね、安くならないんですかって聞いたんですけども、やってないみたいですね。で、こちらはね、Galaxy の S22 になりまして、S23。まあ、Galaxy のね、S22 はね、14,800円で先週話題になってましたけども、やっぱりね、ショッピングモールではちょっとね、全体的に高めのお値段ではありましたね。あと iPhone シリーズとかもね、まあ、いつものパターンでしたね。このね、ワンちゃんのやつ、ジップロックとか可愛いなと思いました。はい、ということで、OPPO のね、話題のレノ10プロ 5G ですけども、こちらの機種ですよね、今ね、だいぶ安くなってて、まあ投げ売りでね、発売当初から出て4800円とかね、いろいろ出てましたけどもね、こちらね、なんとね、ヤマダ電機さんの方で1円になってるっていう、まあツイッターか X かで話題になってたやつ、まあ探しに行こうということで探してきたらですね、なんとね、この下のとこですね、OPPO Reno 10 Pro 5G 一括1円ということで、そこでね見つけることができました。で、 Xperia のね 5M4 9800円とかもやってましたけども、まあ何はともあれね、こいつだなということで、まあ在庫ありますかということで聞いてみたらですね、なんとね在庫ねありますということで、やっぱりね地方のね、ヤマダ電機さんの方がね、在庫あるのかなというところですよね。で、これ契約に必要なのが、安心保証パックとスマートフォンのセキュリティプラス。まあ、こちらの方は、ね、1ヶ月無料で、まあ安心なんとかはね、日割りでいけるということでした。まあ9800円でね、買う意味あるのかっていう、あ、1円か。で、買う意味あるのかっていうのもありますけどね。で、Xiaomi の 13T、こちらね、ヨドバシの方に移動になりましたけども、9840円、こちらね、au さんの価格で、まあ au さんでね、契約するとちょっと高いので、UQ モバイルさんがいいですよね、同じ9840円でもですね、トクトクプランとかでいくと、3200何ぼとかで月額いけるので、まあ UQ モバイルさんのね、在庫あればこっちがいいんですけども、聞いたところね、もう在庫全部はけましたということで、なぜか Galaxy S22 も先週よりも5000円高くなっておりました。ところがですね、まあ au さんの方で、契約をするとですね、一応ね、契約、端末の方が契約できるということで、でそれでね、まあ、契約、端末だけ au さんで、で、SIM の方は UQ モバイルさんで契約っていうのがね、一応できるということで、ただね、その場合はね、端末がね、2万円アップして29,800円になるんですけども、そこはね、後々 UQ モバイルさんの、キャッシュバック2万円がね、ヨドバシポイントで使えるということで、まあ、それで相殺してくれということでしたね。あとはね、独自にやってるシャオミさんのキャッシュバック、これが8,000円ありますので、まあ、実質1,480円ということでね、まあ、いけますけども、まあ、在庫があれば UQ さんがね、一番いいとは思います。あとはね、このレドミなんちゃらとかいうのが、まあ、安かったりもしましたけども、まあ、そこまでかなというところでしたね。まあ、ということで、今週は OPPO と、Xiaomi の 13T 連続でね、まあ、安く、ね、買えますよという情報、まあ、関東の方ではね、ありきたりの情報かもしれませんけども、九州の方にも流れが来ておりますということで、12月のね、27日からかな、もうね、割引の方がなくなって2万円ほどね、全体的に価格が押し上がることになりますので、ぜひね、それまでにね、端末ね、安く
まあ、在庫の方もね残っておりますので、ゲットしてもらえればと思います。まあ、引き続きね iPhone のね安売り情報などね、追っかけていきますので、まだ X の方ねフォローしてない方は概要欄からね X の方フォローして最新情報をゲットして、あとはねチャンネル登録まだの方はチャンネル登録とグッドボタンの方もよろしくお願いします。それではまた次回 iPhone1 円で会いましょう。またね。